スタートしました。さあ、ややバラッとしたスタートですが、その中からダッシュを効かせて5番の大気バンクールがまず前の位置を取りました。2番手の位置ですが、スッと6番のエンヤラブフェイス、名称トムが3番手につけまして、周回コース2コーナー、そしてその後ですが、内2番のディーガレジェンド、外は4番のアンモードが追走です。その後若干首を覗かして12番ロカブルン、内技がなく3番ランブルフィッシュ、この辺りは中段です。その2馬身から3馬身開いたところ、マテンローウィングは後方から5頭目、内差がなく8番のホルトバージが並んでいます。後方から3頭目首を覗かして10番のテイエムリステッド、そして1番のラクスガウディ、後方から2頭目、一番後ろから運ぶ形、9番の青い桜という体勢です。さあ、各馬がこれから3コーナーを目指すところ迎えます。黄色い帽子2頭、大気バンクール、エンヤラブフェイス、レースを引っ張ります。3番手の位置、7番の名称トム、この辺り馬順変わりません。そして内ゼッケン2番ディーガレジェンド、ロカブルンが少しポジションを上げてその外におります。各馬がこれから3、4コーナー中間、その直後につけている4番のアンモード、最内からゼッケン2番のディーガレジェンドを前に接近する構え。さあ、第4コーナーカーブ、まもなく直線に向かいます。直線に向かって大気バンクールが先頭で直線コース、最内にコースを通って坂を駆け上がります。その外に持ち出している6番のエンヤラブフェイスが今度は外から並びかけて、今度は先頭、今変わりました。エンヤラブフェイスが先頭です。アンモード、ロカブルン、差を詰めてくる。さあ、しかし先頭は抜け出している6番のエンヤラブフェイス。3馬身4馬身のリード、2番手の位置、4番のアンモードが上がってくる。先頭は6番のエンヤラブフェイス、五輪エンヤラブフェイス勝ちました。そして2番手争いどうでしょうか、アンモード、そして内で食い下がった大気バンクール。